どうも、ハイチーです。今回はですね、勉強の話ではないんですが、サムネイルとかね、タイトルにもあるように、ちょっとね、YouTuber の不祥事。てか、YouTuber っていうか、YouTuber と名乗る人間って言い方の方が正しい気もしますけど、が多いじゃないですか。ね、そこについて、そう思ってることをね、たらたら話していこうと思うので、まあ、よかったらね、最後までお付き合いください。では早速話していきましょう。で、まあ、ちょっと前、一昔前で言うんだったら、まあ、じゃがりこに爪楊枝入れたやつとか、あとは、宅急便のチェーンソーを持ってってなんかさ、脅すみたいな動画を撮ったやつとか。で、あとはなんだ、サイゼリアでなんかあれか、残したやつとかもあれだったね。なんか話題になったりとかね。で、まあ、大物 YouTuber で行くんだったら、まあ、それ詐欺じゃねえみたいななったりとかさ、最近なら自作自演かよみたいな、まあ、いろいろありましたけど、で、まあ、大物 YouTuber に関しては、もう、ちゃんとせえよっていう話なんだけど、まあ今回そこを思って動画撮ってるわけじゃなくて、おとといかな、アベマニュースかなんか見ててあったんですけど、その、女子高生の YouTuber、女子高生だかな ?16 歳の女子高生と男子高校生と、あと社会人の男かな ?23 歳だったかなが男が、その、まあ、チームかななんかなんかで、で、その女子高生がね、バニーガールの衣装を着てたと。バニーガールってあれね、こう、もう胸のラインとか胸とかも見えてるやつね。があって、で、それでね、そのフリーおっぱいって書いてるやつを持って、その街行く人、男性捕まえておっぱい揉ませるっていう動画を撮りましたと。で、まあ、それがニュースになって書類送検されたらしいんですよ。で、まあ、それについて思うことをちょっと話すんですけど、で、これ多分さ、前もあったと思うんだけど、違ったかな?確か去年もあったよね。なんか、そのフリーおっぱいとかさ、フリーキスとかさ、フリーハグとか。なんかいろいろやってますよね。で、まあ、最近だけじゃないけど、その YouTube って過激な動画が、どん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 多くなってってるのね。で、まあ、それはね、必然的なことだとは思ってる、正直。で、まあ、6年さ、YouTube やってて、まあ、6年前なんて YouTuber なんてこともなかったからさ、それをまあ、ヒカキンさんがね、筆頭にこう、なんだろう、露出が増えて、有名になってて、こう、まあ、YouTuber っていう言葉が認知されるようになったとは思うんですけど、こう、どうしても、人も増えたし、YouTuber のね、まあ、動画も増えたからさ、飽和状態なんだよね、実際。で、まあ、視聴者のみんなね、視聴者さんの時間ももちろん24時間しかないじゃん。で、じゃあ1日の中で、じゃあ2時間動画を見る時間に割くとするね、勝手に。120分あると。その120分を誰のために使うかっていう話なわけよ。だから、その投稿してる側からすれば、そのみんなの120分の奪い合いなんだよね、実際。で、それがいっぱいいるから、特にエンタメ系の、そう、方からすれば、いっぱいいるからさ、じゃあやっぱり、こう、インパクトのある動画だったりとか、そういったとこを出すことによってっていう。で、もちろん、すごいさ、もう、なんだろう、ある、もう場所まで行ってる方だったら、そんなこと考えなくても、本当に自分のしたいことをしたら OK なんだけど、そうやって、成り上がりたいじゃないけどさ、っていう方からすれば、まあ、過激、あとはアダルトだよね。まあ、エロ要素の強いもの。が、やっぱりどうしてもそこに手を出すんだろうなとは思ってる。犯罪系と犯罪スレスレもアウトかわかんないけど。だってアダルト要素の動画増えたよね。めちゃくちゃ。俺こんなんいいのかって思うのが目に入るもん、たまにサムネイル見てて。そう。でも、あ、そうそう、これ他の方も YouTuber さんもおっしゃってたんだけど、Google の規約がさ、本当に厳しくなって、ここ最近。そう。だからね、気づいたら厳しくなってるんだけど、そう。アダルト要素のものって収益化できないんだよね。そう、あとその、犯罪系とか、そう、危ない系、ちょっとこう、規約的にまずいんじゃねと思われる動画って、もう簡単に弾かれるから。そう。だから、それをね、俺もっと言った方がいいと思うんだよ。YouTuber さんが言うのも必要だと思うんだけど、いや、Google 的に発表しちゃえばいいのにと思って。そう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 。だから、そういうのが認知されないからさ、ひとまずそこに手出そうぜ、みたいな。なっちゃって、今回の事件も起きたと思うのね。そう。で、まあ、あとは、まあ、今回に関してはさ、その3人、16歳の女の子と、18だっけな、高校生の男と、あと、23歳の男みたいな。で、もちろん全員アホなんだけど、そう、アホなんだけど、まあ、一番は23歳のアホだよね。そこが一番アホだなと思う。で、まあまあ、若いからさ、仕方ねえっていう言葉が通る問題ではないから、今回に関しては。だけど、その23歳もそうだけど、その触ったやつね。それに。うん。俺そこもさ、どうかと思うんだよ。で、今回に関しては、一番ね、後で、その人生において汚点が残るのはきっと女の子だと思うんだよね。そう。で、もちろん未成年だから名前は伏せてあるけど、そんなすぐバレるじゃん。きっ
と。だって、身近な人はわかるでしょ、あいつ捕まったらしいぜって。なんか YouTube やってたの、あいつな、あいつじゃないみたいな。で、それがさ、本当か嘘かわかんない情報も流れるじゃん。下手したら、全然その子関係ない子の名前がさ、こう広がっちゃって、変な被害になったりとかさ、したことも出てくるわけでしょ。まあ、それまず置い、まあ置いといて、まあその女の子の名前が広がってるかどうかそれもわからないけどさ、残るわけよ。そういう時代だから、ネット社会はね。だから、まあ、今回きっとね、まあそそのかされたのか、自分からやりたいって言ったのかわからないけど、目先の利益にさ、手を出しすぎだよねってすごく思う。これ前も動画でどっかで話しましたけど、自分の、まあ、なんだろ、大切にしてる言葉でね、まあ昔のお世話になった先輩が言ってたんだけど、まああの、人とね、まあ人とお金っていうのは、こう、追い求めちゃダメだと。その、たぶんすぐそこにあっても手を出しちゃダメなんだって。自分からそう取るもんじゃなくって、人とお金っていうのは、自分が頑張る、信念持って頑張ってってたら、そこに後から勝手についてくるもんだって。気づいたらあるものだって。いうのをおっしゃってて、俺はすごいそれを大事にしてるの、その言葉を。だから、正直さ、まあ、自分もやっててね、まあ、教育でやってるから、YouTube で言っても再生数がバンって伸びるタイプではないわけよ。そう。だから、まあ、登録者が36万いるの、たまに言われるけど、36万いるくせに動画伸びないんすね、みたいな。わらわら、みたいな。書かれたりしますけど、まあ、そういうチャンネルで、そういうタイプの人間なんで、だから、そこを気にしちゃったらさ、じゃあ俺も変なことやって再生数伸ばそうかな、とかっていう風に言っちゃうわけ。でもそれは違うんだよ、絶対に。そう。まあ、ね、それはまあ話がまた戻って、そういうことやってもね、変なことやっても、まあもちろん、OK なゾーンもあるけどさ。だから、そうじゃねえって。ちゃんと、信念持ってやるっていう。で、エンタメ系のさ、楽しい動画を提供してる方たちもいらっしゃるじゃん、たくさん。で、まあ自分はそんなに YouTuber さんね、信仰がないけど、でも、やっぱりお話しさせてもらったことがある方から、方とかを見てると、その映像で映ってる姿、はすごいわーって感じなのに、普段はすごいクールでおとなしい方っていらっしゃるんだよね。全然違うっていう。でもそれはなんでじゃあそういう風に動画を撮るかっていうと、やっぱり楽しいものを提供したい、ね、視聴者のみんなに楽しい時間を提供したい。そのために一つちょっと一種の演じるんだよね、スイッチを入れて、そのなんだ YouTuber としてのその人を。それはプロだから。そう。でその提供したいっていう、それがきっとその方の一つの信念なんだよね。で、自分は楽しいことを提供できないし、楽しいことを笑わすこともできない。でもじゃあ何ができるって、教育っていうか授業ができるから、じゃあそれを信念持って提供するっていう。で、もちろん信念ありゃ絶対さ、花が咲くかってそうじゃないし、今の YouTube 特にね。それは一般企業の仕事でもそうだと思うんだよ。まあ、チャンスに恵まれたりとか、運が巡ってこなければいけないところも出てくるけど、そこは履き違えちゃいけないよねっていう。だから今回の YouTube だけの問題じゃないんだけどさ、まあ、見てくれてるみんながこれから人生生きていく中で、目先の利益でね、まあ、なんか釣られる悪い話とかも出てくるんだよ。その図が賢い人が出てきてさ、そそのかされる場合もあるかもしんない。でも、簡単に金を稼ぐとか、っていうのは、基本的に 99.99、いや、もう100でいいと思うけど、罠だからね。そう、トラップだからそれは。手を出さずに、みんな自身ができること、それはそうね、個々によって違うと思うけどさ、みんなが信念持って、やって、それで、まあ、人脈、人がね、まあ、ファンなのか、その仕事仲間なのかわからないけど、人だったり、あとはまあお金だよね。給料って部分のお金の部分に反映されてくるとこだと思ってるので、それをね、ちょっと伝えたくって、今回ね、動画を撮らせてもらいました。はい、という感じです。ちょっとまとまりきんなくて申し訳なかったんですけど、今回ね、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。